矢川澄子、矢川澄子、矢川澄子,子1930年7月27日から2002年5月29日は、日本の作家、詩人、翻訳家。早くから、天才少女として注目され、没後は、不滅の少女と呼ばれた。教育学者、矢川徳光の五人姉妹の次女として、東京府北豊島郡王子町大技王子312番地、現、 東京都北区王子に生まれ、生後間もなく、東京府北都島郡高田町増志がや七丁目1117番地、現、東京都豊高区増志がやに転居。園児として、キリスト教系の幼稚園で過ごす。高田大保神城小学校、現在の目白小学校一年の時、1938年1月、東京市世田谷区新町に転居。深沢神城小学校、現。 世田谷区立深沢小学校に転入。1943年、府立第11高等女学校、現東京都立桜町高等学校に入学。1948年、同校を5年で卒業し、旧生の東京女子大学外国語科後の英文化、当時は3年生に入学。1951年に卒業。岩波書店の社外構成者を経て、 1953年9月、新生学習院大学英文化3年に、後期から編入学するも、まもなく読文化に転じ、関大輔教授に指示。1954年、同任し、未定に参加。1955年3月、学習院大学読文学科卒業。同年4月、東京大学文学部美学美術史学科に、 学士入学したが1958年に中退。この間、1955年4月、岩波書店構成室のアルバイトで知り合った渋沢達彦と交際を始める。渋沢の初対面の印象を、矢川は、なんと鼻の高い色白の美少年が入ってきたと、語っている。矢川の最初の男性となったのも、渋沢であった。当時、3年余りにわたって、 渋沢から送られた手紙を、矢川は晩年も大事に保存していたが、公表はされていない。1959年1月、渋沢達彦と結婚、鎌倉四子町に住む。当時の心境について、後年、本当に実家に見切りをつけて、親に背いて一人でフラフラしてるうちに、こんないい家族に巡り会えたと思って、とっても嬉しかった。渋沢の母も、 大好きだったし、今でも、あの苦労を共にした戦友みたいに思えるの、と語っている。結核で性行につけない、渋沢のため、看護婦代わりに献身的に尽くしていた。この頃、渋沢の要求で4度にわたって、妊娠中絶を行い、その結果、子供を産めない体となった。自らも妻に繰り返し妊娠中絶させていた、萩谷岳志高は、自己批判を込めて、武田、 大潤も渋沢も、本当に女房に対しては、ダメな男。僕の世代は本当にダメですよ。男性横暴で威張っている、僕の女房も、百合子さんも、矢川さんも本当に可哀想だと思うと発言している。松山俊太郎は、矢川が、子供を産みたいと思ったことはなかったと言ってみたり、産みたかったと言ってみたり態度が一貫しなかった点を、捉え、矢川のことも批判している。このか。 渋沢は、昭府との最小動勤を矢川に要求したことがあると、自ら認めている丸山昭弘との対談における渋沢の発言。1964年2月には渋沢の新居の建設用地を渋沢の母と共に探し歩き、北鎌倉の借地を発見、契約している。1966年8月、新居落成に伴って渋沢と共に、 鎌倉市山の内へ転居。同年、矢川の下役に基づく渋沢役、王女の物語、ポーリーヌレアージュが刊行される。この年、グスタフルネホッケの迷宮としての世界を、種村末広との協約で、美術出版社から上司。1968年4月、渋沢と協議離婚。離婚の原因については、廃人。 加藤育也と矢川との不倫が関わっていたとも言われている。主席で渋沢と加藤が矢川に向かってどっちがいい男かと選択を迫る子もあった。渋沢の側も浮気をしており、そのことは渋沢の母も知っていたが、矢川が自分から家を出たことに対しては渋沢の顔を潰す行為として渋沢の母から許されなかった。渋沢の母はまた渋沢の文明が上がってからは、 貧困時代の渋沢家の思い出に、矢川が言及することで、渋沢のイメージが傷つくのを大変気にしていた。高橋隆子によると、渋沢は、住子がいなくなったと、大声で泣いていたという。また矢川は、谷川岸と結婚するのだと幸せな顔で、谷川の子供を産むことを楽しみにしていた、という。矢川が出奔するにあたっては、羽谷武志高のそその歌詞があったらしいと、 高橋は記している。しかしその後、渋沢との離婚の意思につき、谷川から誤解を受けたことが原因で、谷川との関係が破局を迎えた。谷川について、矢川は後年、プラスの部分のスケールも大きいけれども、マイナス面のスケールも桁外れと表している。離婚後は渋沢から、かつて二人で撮影したツーショットをことごとくハサミでま、ぶたつに切断されて、 送りつけられるという嫌がらせを受けた。また、離婚時には、一切の財産分与を受けられなかった。この点を、渋沢は、松山俊太郎から問いただされ、だって住子はそれでいいって言ってたんだろうと言った。矢川は、渋沢のために惜しむのよと言いつつ、少し財産分与をしてくれたら、今まで孝行できなかった、老いた二親にも少しは、孝行できるからとも言っていた。 東京都世田谷区赤包に転居した後も渋沢と過ごした鎌倉に戻りたいと考え当時東京都立大学に勤務していた種村末広の研究室を毎日のように訪れて相談したが結局その願いは叶わなかった三十八歳にして自活を余儀なくされるようになったため旧友の堀内道子の紹介で福音館書店の松井正と会い,いやーの主。 お化けりんごを翻訳。1969年に同省、を福音館書店から観光し、文筆生活に入る。以後、英仏読の翻訳家としても活躍。1980年、谷川の招きで、新州黒姫山、長野県上海の地群品の町に移住。谷川は谷川を神様と呼ぶほどに崇拝していた。1987年、 死去直前の渋沢を病院に見舞った際、もう一度だけ、お兄ちゃんと呼ばせてね、と渋沢に囁いた。この頃は、渋沢の母と和解し、渋沢の通夜にも出席した。1989年から、日本ファンタジーノベル大賞の選考委員を務める。1997年の提談では、池田佳代子から、矢川さんはいまだに、渋沢さんに惚れてると言われて、 そうと肯定し、一度も渋沢を嫌いになったことがないんですよ。結果的にはどうであれ、人生の一時期、二真実好きな人のために生きたということは、滅多にない幸せでね。その意味で、私、とても良かったと思ってるの。楽しい思い出だけ残ってるって感じ。嫌なことなんて、すぐ忘れちゃうわよと発言している。この間、1九十六年八月、高橋高子は、 黒姫の矢川宅に二泊した時、高子さん、自主ということを考えないと矢川から質問されている。また2001年には、松山俊太郎が矢川から、死にたいとの言葉を聞いている。2002年5月29日朝、黒姫の自宅で医師しているのが、宅配便の配達人に発見される。扉は施錠されず、腹ますみの音楽のカセットテープがリピートしていた。 死の前日、原昌美やともひさとしきなど知人たちに挨拶の電話をしていた。すべての妹たちへと題する遺書が残されていたが、内容は遺族の意向により公表されていない。姉は、チェロ奏者、井上藍ゆたかと結婚。老いの井上明、義鉄の山形澄子は共にミュージシャン。妹の小池和子は、武蔵野美術大学造形学部教授。 ミュージシャンともひさとしき、元玉とも交流があったことが知られ、1999年刊行の絵本、だるまさん戦時門ではともひさが挿絵を担当した。2001年発売のアルバム、しょぼたまは、矢川自宅にて収録されたものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。